皆さんこんにちは。ご機嫌いかがですか。菅野紀彦です。本当に今日は暖かいですね。4月の中旬か下旬のような、気温だそうですけれども、南風が吹いて本当にこの春という感じがします。ライブコンサート、先週は中野サンプラザホールからリー・リトナーのギタープレイを生中継でお届けしましたが、今週はいつもの新宿のスタジオに戻りまして、今一番ホットなシンガーソングライター、今日のまるで南風に乗ってきたような、南吉高さんをお迎えして、その都会的センスあふれるサウンドをお楽しみいただこうと思います。南さんこんにちは。どうもこんにちは。どうもしばらくでした。そうですね。1年ぶりでしたかね。去年の確かあれは4月ぐらいだと思うんですけどね。ああ、そうでしたね。確か去年はこの右手の方、この辺で歌ってられたの僕こう記憶してますけどね。この頃大変ですね。ますます忙しくなられちゃってね。もう一日中あなたの歌声聞いてるって感じですね。そうですか。どこをこうつけてもとにかくスイッチを入れればあなたの声がパッと出てくるっていう感じでね、本当にもうちょっと不在じゃないですね。休む暇ないんじゃないですかね。まあもちろんあれはこの録音されてるもんだけれども、はい、あれがあれだけ流れるってことはあなた自身の おそらく生活も非常に忙しいことになるんだろうと思いますけどね。はい。いかがです、体は。いや、体はやっぱり、至って丈夫な方なんですけどもね。ああ、そうですか。体自体は。そうですか。風邪もあまり引きませんか。そうですね。結構忙しいと結構気が張ってるもんであんまり風邪引かないんですけどもね。そうですか。いや、それはいいですね。そうになるとすぐ酒の薬飲んだり。ああ、薬飲んだり。私はね、この火曜日にね、朝急に声が出なくなりました。何にも。起きたら。はい。起きたらね。全然ですか。おはようって言ったら、おはよう。こうなっちゃったんです。で2日間全然出なくてね、で3日目に出そうと思う声のオクターブ上が出るようになって、危険ですね。いや僕もね本当に驚きました。あ、注意してください。やっぱり風が元らしいんでね。あ、そうですか。もうあなたがそんなことになったら偉いことですからね。わかりました。注意してください、はい、さあそれでは早速演奏を聴くことにいたしましょう。皆さんよろしくお願いします。はい、わかりました。まずは、なんというか私の18番というかお箱みたいになっておりますけども、この曲からまず行ってみたいと思います。
を聞き出しても気を持たせてないそれと名刺代わりに、モンローウォークをやりましたけども、モンローウォーク、出しましたのは79年の4月の終わりぐらいです。ちょうどだから、2年前ぐらいですかになりますけどもね、もうさっき、菅野さんもおっしゃってましたけど、本当に今日は暖かくて、もうすぐ春、それからもう夏という雰囲気でね、僕はどっちかというと、冬の寒さよりもどっちかっていうと夏のこう暖かくて、海のそばで、あんまりこう泳いだりとかヨット乗ったりとかあんまりしないんでありますけども、ボケーっとしてるの好きでありますね。早くもうそういう季節は来ないかなと思っておりましたら、もうやっとその第1日目みたいな感じで今日春一番吹いてましたね。本当に嬉しく思ってます。さて、次の曲に行きたいんでありますが、これはですね、モンタージュという LP、 去年の5月頃出した LP でありますけども、その中から2曲ばかし、憧れのラジオガールとコンポジション1行ってみたいと思います。Yeah.
歯磨きチューブよじれて転がってる、うらぶれた鏡歪んでいる、くわえたバコでひげを剃り始める、昨日の女香り霞める、ポストには大ネットメールだけ投げ込まれて、いぞこをのぞき据えた日本に伏せて、頭が揺れる、遊び慣れてる女の言い草は寂しい人なの、笑わせるなよ、南吉高さん、この1年間で僕は今非常にこう変わったなっていう印象を受けたんですけどね、前の時のことじゃあ一つ一つ細かく覚えてるわけじゃないけれど、まずすごくなんかこうあなた自身が明るくなったみたいですね。そうですか。前が暗かったっていうんじゃないんだけれども目が暗いもんで、え、目が暗いもんで。あ、そうですか。どちらかというとそういう方ですか。そうですね、結構自分の中に5人ぐらいいるんで、うん、あ、それが特会引っかいなんか毎日出てくるような感じ。ああ、なるほど、なるほど。あ、そうですか、はい、この前の時はね、僕は割合にこう内向性の一個持ってくるんですか、感じを受けたんですね、はい、今日はもうすごくねハッピーそうです。そうですか。外へファッとこう出てられてね、はい、それがまずもう非常に印象として違いました。まあやっぱり乗ってらっしゃるんでしょ今。そうですね、うん、結構やっぱり楽しいですね毎日。そうでしょう、はい、それがもうありありと分かりますよ。そうですか、まあ、あなたの歌っていうのは僕はもちろんこう洗練されたメロディーがあるんだけれども、その裏に必ず確かにある影がありますよね。そうですね、うん、
だからよくそういうふうに言われますけど、ね、ですよね、はい、だからこの全く手放しで明るかったり、ただやたらにこうリズミカルだったりっていうことは絶対なくて、いつもその裏にこう一つの陰影がついて、ニュアンスがついてきてる。なるほど。そこが都会的だっていうことなのかもしれませんね。なるほど、うん、そうですね。だからすごく例えばカラッとした明るい歌を歌ってもね、それこそ夏の日の歌を歌っても、その全くそのギラギラの太陽に全部こう照らし出された夏っていうんじゃなくてね、あるんですね、心の加減がね、そこに。そうですね、うん、それがその非常にこうセンスを感じさせるんだろうと思うんですね。であなたのその声そのものの持っているもちろんムードっていうのはあると思うんですよ。あ、うん、もちろん自分じゃ全然意識してらっしゃらないんだろうと思うんですけど、ね、そうですね。だからそういうその声のムードっていうのは、まあ、資質としてももちろんあるんだろうし、それからその人間としての、後年の性格やら、はい、あるいは身についたものみたいなものが声ってやっぱり出るんですよね。ああ、なるほど。おかしいかもしれませんね。だからただこう年を取ってって声が変わるっていうんじゃなくて、ね、やっぱりこうあるでしょう、なんとなくこの、技術や技術やみたいな声してたりね、はい、お医者さんお医者さんみたいな声してるでしょう。そう言われてみれば、なんかお医者さんの声ってのはかなり喋り方にもありますね。落ち着いてて、そうそうそう、君どこが悪いの内科のお医者さんと外科のお医者さんとやっぱりちょっと違うような、そうでしょう。もう十何年やってきて、やっぱ内科なんていうのは、うん、ほら泣いちゃダメ泣いちゃダメそういう感じありますけどもね。やっぱり患者を安心させるようなこうね、喋り方をするのはやっぱりいいお医者さんなわけなんだけど、なるほどね。まあ、声の質じゃなくて、はい、やっぱりそのあと今言った喋り方とか、一つのちょっとした発音のニュアンスとかね、はいはい、そういうところに出るんだろうと思うんですよね。だからあなたのその歌聞いてると、そういうこうものがすごくあるわけですよ、でそれがね、おそらくあなたの魅力になって、まあよく言われてますよね、都会的なっていう。そうですね、シティ感覚のなんて、指定ですか、言われてるでしょ、指定感覚ですね指定感覚で、はい、時々プラスティックなんとかなんていう言葉も出てくるけど、あれはいいんですかね。プラスティックって言葉は今最近プラスティックソサエティとかいろいろ言われてますけど、プラスティックって言葉自体はあんまりいい意味じゃないんですよね。そうでしょ、天ぷらって意味なんですよ、日本語で。偽物でしょあれは、ね、そういうふうに言われてるんですけどもね、うん、ただ確かにね、プラスティックってのは昔なかった材料なんだよね。そうですね、でしょ、はい、そう、プラスティックじゃなきゃならない質感っていうものがあるように思うんですよ、はあはあ、だから何かをプラスティックでもってごまかして作るから、プラスティックは悪い意味になるんで、うん、昔なかった材料のプラスティックじゃなきゃできない質感みたいなもの、ね、そうですね、そういう風なものっていうのは現代感覚とか、まあそれこそシティ感覚とかいうことで使われてるのかなと僕はよく解釈してたんですけどね、うん、シティ感覚っていうよりも、要するに都会が結構好きなんですよね、うん、あーはーはー、田舎に行って田園風景の中でやっぱりすごいいいと思いますね、なんていうか、左の方に丘があって、うん、右の方に花畑があって、向こうの方で牛がね、うん、草をはんでるっていうかね、そういう雰囲気好きなんですけども、うん、ずーっといらない、やっぱり都会の中にビルとビルの隙間あたりにね、こういた方のが落ち着くような感じが僕はあるんですよね。そうですね、はい、3日と経てば帰ってきたけど、そうなんですね、そうでしょうね、実にその通りです、うん、あなたはやはりやはり今までのこう受けてこられた音楽的な影響なんかもこうちょっとここにミニバイオなんて見てるとね、はい、ミニバイオグラフィー見てるとそういうの分かりますね、やっぱりかなりこうジャズイなものにも触れてきたし、 それからビートルズで目がこう、はいはい、ね、ロックの方に立っていった、もうこれはもう当然そうだろうと思いますね、もっと喋ってたいんですけどね、はいはい、時間の進行もあるようですけどね、はい、それではまた先をお願いすることにいたしましょう。わかりました。というわけでありまして、次はですね、ちょっと、ボサノバなるものをちょっとやってみたいと思いますけども、先ほども言いましたようにあまりね、なんていうかこう都市とかね、都会とかそういうんじゃなくて、海もやっぱ好きなんですけど、また海っていう感じでイメージ付けられるのはしょうがないことなんですけども、やっぱり事実そういったものは好きだっていうことでね、やっぱり好きだから自然に出てきちゃうんだろうと思うんですけども、デジャブーという、結構海のニュアンスという海の匂いがある歌やってみたいと思います。渚が静かだね、走り出す君の足元から
叩いたよ。言葉では釣り糸垂れてる。老人の背丈くすんで、もっと泳ぎよ。デジャブーという曲をお送りしました。デジャブーという、ね、タイトルは、騎士現象って言うんでしたっけ、歌詞現象って言うんでしたっけ、騎士ですね。よくいろんな人の歌のタイトルになっておりましてですね、要するに夢で見た、ことがなんか現実の中に現れてくると、そういった経験みんな持ってると思うんでありますけども、
例えば夢で、あ、この景色夢で見たことあるなとか、そういう感じの、現象のことをデジャブというふうに言うんですよね。あ、全然口が回らなくなりましたけども、最近なんだか知らないんですけどもね、この前もそうだったんでありますけども、コンサートやってるといきなり口が回らなくなりましてですね、これもデジャブ現象といって不思議な現象の一つです。さて、次はですね、また今あのデジャブもデジャブもそうなんでありますけども、2月の25日にですね、シルクスクリーンという LP を出しまして、その中の曲の、もう一曲やってみたいと思います。次はですね、ステラという曲をやってみたいと思います。いかにも南さんらしい本当にセンスあふれる歌2曲聴いていただきました。今ヒット中のスローなブギにしてくれっていうのは、あの南さん映画の主題歌なんですけどね、映画音楽ってのはどうです？そうですね、やっぱりあの難しかったですね。ああ、そうですか。あの今までどっちかというと自分の作業としては、うん、メロディーと歌詞とサウンドと、うん、まあ、歌と、あ、それ一つの要するに風景っていうか、レコードをステレオの前に座ってレコードを聴いていて、目をつぶると風景が出てくるっていうような作業をしてたんですけど、いきなり最初からフィルムがあって、そこに映像があると、映像が先にね、それでつけるっていうのはやっぱりなんか戸惑いましたし、すごい難しかったんですけど、そうでしょう ね本当にそうだと思いますね。かなり面白かったことも面白かったんですよ。うん、なるほど、それはまたそうでしょう。まあ、映像のこの限定があるというのは確かに最初は戸惑うかもしれないけれども、結果的には同じなんでしょうね、イメージを膨らませていくということではね。そうですね、うん、それとあともう一つ面白かったのは、あの初めてだったんですけどね、うん、あの映画、要するに今まで僕っていうのはメロディーラインっていうか、うん、要するに歌う曲を作った、それがあの映画だとあのインストルメンタルとか、そうでしょうね、例えばあの、うん、このスタジオの中でこういうシーンがあると、うん、
どういう風な感じでやろうかと、例えば怖い感じでどうのこうの、変なこうわざと濁らせたような感じでやったりとかね、それともまた全然違うようなもっといい感じ、こういう感じで何でもできるわけですよね、本当に歌メロディーじゃなくてサウンドであるって、面白い話もっと本当伺いたいけど残念だな、この次はもっとたっぷり時間取ってお話伺わせてください。それじゃあまた先行っていただけますか。わかりました。ではまたあの新しい LP シルクスクリーンの中から、何曲かやりたいと思います。最初は空中庭園という曲です。
ればいいのさ。先ほども映画の話がちょこっと出ましたけどもですね、映画、スローな武器にしてくれ、先週の土曜日ぐらいですか、復帰になったのはだから今日でだいたい1週間ということなんでありますけども、もう皆さん見たでありましょうかね、もしよかったら本当にぜひ見てください、ではその次に最後の曲になりますけどもね、その今言いましたスローな武器を最後にやってみたいと思います。 Won't you 俺も抱きしめてくれ、急いで男夢を哀れんで、 Won't you ask love me、 知り合い街ひとつ捨てて顔を見せてくれ、人生はゲーム、誰も自分を愛している、だけど悲しいゲームさ、 Won't you よいとこ見せちまったね、強い陣のせいさ、お前
どうも南さんありがとうございました。どうも、南さんのコンサート4月4日5日日本青年館4、4月の7日千葉文化会館ですね。4月13日大宮市民会館で行われます。皆さん体に気をつけて。どうも本当にありがとうございます。はい、それでは今日のライブコンサートはこの辺でお別れしたいと思います。お相手は菅野紀彦でした。ライブコンサートいかがでしたでしょうか。